おとちるらしる始まり始まり始まりありがとうございます。パーソナリティのペガサス、たくまたなべと安保ひろみお届けしてまいりますね。はい、さあ、今日はね、テーマが春ということですから、はい、思い出の花、思い出の花、皆さんも思い出の花があるんではないかと、ね、思いますけど、あの時もらった花、うん、花とかね、あの時プレゼントした花、うん、比較的一年中花ってあるもんね、今はね、もうね花屋さんもね豊富にありますから、はい、でも花っていうと僕なんかは誕生月が6月なので、紫陽花とかね、紫陽花ね、意外に好きだったかなって感じですね。はい、うん、意外とあの紫陽花って花びらじゃなかった、そう、ガクなんだよね、花びらに見えるのがガクだって、ね、大人になって知りました。そうそうそう、うん、意外にこうちょっと毒を持ってたりするっていうのね。そうね、そうそう、食べられないんだよってね。はい、そうそうそう、はい、そうそう、あとは、ね、なんだろうね、この今この時期だともうね、もう皆さん もちろん桜のね、もうねだいぶ散ってきましたけど、ね、北千住のね、こちらシーウェブのすぐ近くなんですけど、うん、あのかなり長い距離、はいはいはい、あの、うん、桜の並木があるんですけど、ね、今日ね通ってきたらすごく綺麗でして、はいはい、まだね散ってなかった。咲き始めがやや遅かったかなって感じ。あの今見頃ですよ、ね、皆さん、そうだよね、だからね、って言ってもね、なかなか週末で、あの出歩けない状況でしょうけども、もし ねお近くの方、うん、あの軽くお散歩程度でしたら、ね、ぜひ ね見ていただけると、うん、桜たちも喜ぶんじゃないでしょうか ね、はい、そうね、まあ、でも桜は毎年ね、もうそういう中の状況に関係なくきちんと咲いてくれますのでね、はい、まあ、今年はあれですから、もう来年またあるんでね、楽しみにしていきたいと思います、はい、そんなことで今日は、ね、はい、花にまつわる形でちょっとお届けしようかなと思います、はい、ペガサスに聞いてほしい曲のねリクエスト相談等もあれば、はい、宛先 senju@cwave.jp senju@cwave.jp 音楽の骨董市ラジオまたは音汁ラジル係まで、動画をねご覧いただきながらリアルタイムにコメントもしていただくことができますので、はい、うん、そうですね、ぜひぜひメールやコメントで番組に参加していただきたいと思います、はい、今日はね皆さん多分お家でご覧になっている方多いと思いますので、うん、そうですね、はい、ぜひぜひ、お話一緒にしていけたらなって思います、はいはい、いろいろ宿題も出していただいてもいいかなと思いますね。そうあのね、あのリクエストの宿題とかね、じゃあ、まあ、今日はできないけど、まあ、じゃあ次回までにやってよとかね、なんかそういうのもあったら面白いかなと思いますね。はい、うん、もうどんどんとね、いろいろとあのいろんな要望を出してみてください。そうですね、ね、この番組は、はい、串焼きどん家山吹の提供でお送りいたします。はいはい、ということで、はい、お花の話ちょっとしようかな。そうだね、うん、と思いますけど、ね、はい、私の思い出の花って、うん、やっぱ子供の時にあのヒヤシンスっていうね、花、ね、うん、ヒヤシンスの球根を学校でもらうやつもらって栽培するじゃないですか、うんうん、で確か春から冬に、冬から春にかけて、で、まだ私小学生だった時にそれを大事にお家にちょっと花が咲きそうな感じだったんだけど、それをお家に持って帰って、お家に置いといたらいつの間にかなんか花球根がなくなってて、どうしたんだろうなと思ったら、うちのね弟がなんか遊び道具に使ってたっていう、持ってこいのもんだね、おもちゃとしてはね最高だからね。もうすごい怒ったような気がしますけど、まだ弟ちっちゃかったので覚えてないと思いますけどね。そうだ、昔今でもやるんだろうね、学校で球根ね配ったり、やるんですかね栽培って。あの朝顔のとかやったりしょ、朝顔やったりとか、朝顔、そう、朝顔種まいてなんか夏休みの時に家に持って帰ったりとかして ね、ああ、うん、やりました。あったあと何やったかな、朝顔を観察しました。やったでしょ、朝顔、あのヘチマの観察とか学校で。あ、ヘチマね、今やるのかな、うん、ヘチマからこう化粧水取りましょうみたいなね、切ってこう水が出て、あれが化粧水になるから、なんかそんなね、いろんなことが楽しかったですよ、うん、ね、皆さんにそういった思い出なんかもね、うん、お寄せいただけるとありがたいで す、うん、ですね、よろしくお願いいたします。それでは、うん、はい、ただいま提供いただいている山吹さんの、はい、今日は応援ということで、そうですね、やっぱりこんな時なんでね、お店のね、あの営業も自粛しながらね、うん、もう大変だと思います。やっぱり個人のお店も今ね、もう皆さん大変だと思うんですけど、うん、本当特にね、この提供をやってくれてる山吹の応援したいなということで、はい、今日は
特別な、はい、お座敷ライブの映像を、今日は、ね、懐かしい映像、いやもう私も恥ずかしいわ、うん、っていう映像が流れますので、はい、どうぞご覧になってください。1曲目からお届けしましょう。はい、魔法のキス。ということで、はいはいはい、これみんな笑顔プロジェクト、うん、作ってくださった兄さん、はいはい、大橋さんという方が、うん、編集ね、作ってくださって、そうそうそう、はい、これ何年ぐらい前だったかな、CD が発売した時ですから結構前です、もうずっと前だよね、かなりね、はい、そうそうそう、私も髪の毛短かったそうだね、若かった、そう、ああいう感じでね、はい、お座敷でまたこうやってね、賑やかに楽しくできる時がね、来るというね、うん、ことを願ってね、はい、もうじっくりと今はね、我慢の時かもしれませんのでね、そうですね、うん、で今、はい、山脇さんはあの店頭でね、お土産の、あ、そうなんです、お土産、ね、美和ちゃんのお土産屋さんっていうのを、うん、だいたい6時ぐらいから、うん、はい、売り切れごめんということで、売り切れたらもうそこでお店おしまいということ、結構売れる時はあっという間に売れちゃうんでね、はい、昨日もあっという間に売れちゃいましたね、うん、美味しかったですね、ワンパック100円からですからね、そうです、安いよね、やっぱり、はい、ね、麻婆豆腐でね、あんなだけ貼って、で、300円。300円。
300円じゃん、ね、うん、安い安い、はい、はい、ぜひぜひあの山吹さん、うん、春日部ですけれどもお近くの方 ね、あのお土産にぜひ寄っていただけたらと思います、はいはいね、山吹さんでした。頑張ってください。頑張ってください。さあ、じゃあ今度はね、あれで近況テーマで、はい、桜といえば桜でしょ、はい、うん、この前ちょっと違っと仕事の演奏の行く前に撮った映像があります、はい、ちょっとご覧ください、はい、すっかり満開でございます。これは長く桜が咲いています。37本あるそうです。すごいね。ね、すごいですね。ということで、はい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 、桜並木春日部、うんうん、ね、あるんですよ、はい、結構な距離だよ ね、 あ、 れね、あります、うんうん、まあ、もちろん北千住にも今ねちょっと満開の桜がある、うんうん、なかなかね本当先ほどちょっと皆さんにも言いましたけど、うん、桜をねあの花見も自粛してくださいって、うん、とから言われてます。まあしょうがないですね。しょうがないですけど、はい、あの通りすがりにちらっと見て、うん、はい、まあ、桜ね、春日部の方でもちっちゃい散り始めましたけどね、はい、また次に咲く花を見られると思うので、うん、皆さん、はい、そのお花でちょっと心を和らげていただけたらなと思っております。そうですね、映像でちょっとしたプレゼントでしたね。お願いします。素晴らしい素晴らしい、はい、ありがとうございます、はいはい、ね、まあ、春日部ね、まあ、いろいろとねあの自粛で大変なんだよってねありますけども、やっぱり、はい、そんな中でもね、もう本当に細々ともねやってる方たちもいたりとか、うん、いろいろありますんでね、うん、はい、本当に無理のないようにね、みんなでね協力していければなと思いますね。はい、うんうん、そうですね。さあ、今回ははい、タク渡辺のコーナーということで、はいはい、ね、花ですからね、はい、うん、タク渡辺のとりあえずこの一曲、この一曲、はい、もう古い曲でね、僕まだもギターとか覚え始めて、ああそうですぐらいのね、このね、曲ですね、うんうん、そのね、当時はね多分この曲がね、ギターの教則みたいな感じですね。そうなんだ、うん、マイク・マキさんのね、バラが咲いたという曲ですけども、そうそうそう、ね、曲は浜口倉之介さん作詞作曲でね、うん、本当にギターを3コードでこう、まあ、楽しむのにちょうどいいかなっていう感じの、ね、曲ですね、うん、最初ね、1966年にリリースされた時のやつは、非常にコード進行単純なんですけども、うん、その後やっぱりメロディーラインが素晴らしいということでね、コード進行を途中で少し変えてカバーをしている方々が増えてきました。へ、うん、でマイク・マキさんもね、後々になってやる時にたまにそのコード進行でなんかやってるのもあったような気もするんで、今日はその変わった方のコード進行でね、はい、お届けしていこうかと思います。じゃあバラが咲いた、ワン、ツー、スリー、フォー。バラが咲いた、バラが咲いた、真っ赤なバラが、寂しかった僕の庭にバラが咲いた、たった一つ咲いたバラ、小さなバラで寂しかった僕の庭が明るくなった。バラよバラよ小さなバラ、いつまでもそこに咲いてておくれ。
いいですね。改めてシンプルだけでよくできた曲。改めてこうやって聞くと、うんうん、すごい歌詞もいいでしょ。なんか 夢をね感じるよね。いや本当そうですね。うん、こう心にこう勇気ね。この自分の心に咲いたバラっていうのはね、あの、うん、人によって違うでしょうけど、ね、どういうものなのかね、あのいろいろこう想像しながら聞いたり、はい、歌ったりするのもいいのかなと思いますね。そうですね。うん、ねそんな。1966年の真由紀真紀さんのナンバーで、バラが咲いたお届けいたしました。いただきいたしました。さあさて続いては安保ひろみさん、はい、大変皆様毎回を、うんね、はい、あの好評いただいております、うん、じゃあタイトルコールいいでしょうかね。よろしいですよ、どうぞ言ってください。安保ひろみの満足さんが行く、イエーイ、ありがとうございます。はい、うんうん、今回は、はい、春日部市にあるですね、はい、アメリカンバー、はい、ファニーガンズさんというところの、はい、お料理を紹介したいと思います、はい、こちらは、ペガサスが、はい、まあ、不定期ですけれどもライブを何度かお世話になっているね、ところですね、はい、させていただいているお店です、うん、あのアメリカンテイストな、うん、お店の雰囲気の中で、アメリカのお料理、アメリカで流行っているというかね、うんうんうん、アメリカでよく食べられている食事ができる、うん、あのとても素敵なバーなのでね、はい、今日は紹介したいと思います、はいはい、あ、メニューです、はい、こんなメニュー、日替わりでご紹介しているものもあります。 FG というのはファニーガンズの、略です。ローストビーフ、自家製のローストビーフがあるんですけど、はい、うん、こちら私行くと結構よく食べるんですけど、美味しいですね、はい、ローストビーフのねサンド、うん、ローストビーフを使ったサンドがとても美味しいんですけど、今回はね、うん、このその下のマスターおすすめFG サンド、あのファニーガンズといえば、うん、あのハイカロリー料理というか、うん、はいはい、アメリカですからね、はい、だって、ね、前すっごい大きいあの、うんうん、ホットドッグね、はいはい、あのご紹介させていただいたこともありますけど、うんうん、はい、次の写真をお願いします。これが、最初にいただいた、うんうん、まずはあの、うん、メインディッシュの前に、ちょっと、はい、サラダを食べようじゃないかということで、はい、ピリ辛エビサラダ、うん、ね、まあちょっと軽く食べると 3,4 人前あるでしょうかね。結構量あるんだね。ね、ありました、うん、ね、エビがねすごいプリプリで、ちょっと、うん、なんて言うんでしょうね、うんうんうん、韓国風の辛さを感じる、チリソースだったのかな、ね、の味がちょっとした、うんうんうん、プリプリなエビが入ったエビサラダ、はい、こちらで、3,4 人前あるでしょうかね、1000円という破格なお値段で、はい、はい、安い、うんうん、いただきました。これで軽くビールはいっぱいいけちゃいます、ね、ビール2杯ぐらいいけませんでした。いけましたね、ね、はい、はい、続きまして、食べてます。これ食べてますね。早速、うん、エビですね、あれね。エビ大好きなんですよ、はい、私、はい、ね、うん。もうパックパック、うん、あの美味しくいただきました。満足さんが食べているシーンを今日ちょっとお届けしております。満足定番っていうね。はい、次は
はい、これがポップコーン、うん、まあアメリカといえばポップコーンでしょ、ねそうね、アメリカンポップコーンっていうぐらいですか、うんね、これやっぱりアメリカで僕はアメリカなんだよね、文化としてはね。あ、でもトウモロコシだから ね、 ね、 トウモロコシね、これをよくあの弾けて、うん、油で弾けてね、こういうふかふかになるのをよく考えましたよね、うんそうそううん、でもポップコーンはポップコーンの種類のコーンなんだよね。あ、トウモロコシでも違うんですか、ね、何でもってわけじゃないみたい。ポップコーンというコーンがあるみたいだよ、うん、あ、そうなんですか、うん、そういう種類が、うん、何でもいいのかなと思う。そうでもない結構ね、あのバケツみたいなの出てきました。そうね、はい、すごい膨れるんですけど、はい、続きまして、はい、これが大変お待たせいたしました、 FG サンド、すごいボリュームで、これ900円なんですけど、チーズが入ってるね、中に ね、うん、ソーセージフランクみたいなのがごっそり入ってですね、はい、いいね、オーロラソースのようなソースがかかっていて、はいはい、それプラスとろーりとろけるチーズと、うんうん、まあちょっと今思い出すとなんかよだれが出てきちゃいそうな、ね、とっても美味しかったんです。これだけ食べれば1日分のカロリーを、いやー1日分どころか2日分っていう感じで、まあいい、ね、私たちちょっと何人かで行って、ね、分けて食べますよね、シェアしていただいたんですけど、ね、結構ねしっかり食べた、食べましたね、うん、じゃあ次の映像が、え、食べてるシーンです、当然ですね、そうだね、もうね、がっつりこの感じでしょうね、がっつりもうね、もう本当に口を大きく開けないと、うん、食べれない。でもそれがやっぱアメリカのアメリカンフードのって感じがするね、あの醍醐味じゃないですか ね、うん、ね、皆さん、ね、あの結構あの、うん、大きな口開けてマーンって食べるようなシーンがよく見られるかと思いますけれども ね、うん、はい、とても美味しいお料理でした、うん、はい、そして次、満足、あ、もう満足さんが満足している時の顔ですね、はい、ダメダメダメって満足そうな顔してるでしょ。してるよね、はい、うん、ね、あ、後ろにアメリカの、ね、国旗の星も、そうです、ね、ちょっと、ね、ダーツのね、はい、あったりとか、この日はね結構、うん、満員というか結構ね人いましたね、はい、うん、あのやっぱりファニーガンズファンがいっぱいいて、うんうん、そうでしたね、はい、次は写真ありました、はい、じゃあ、ちょっとここでそのファニーガンズさんの宣伝もしたいと思うんですけども、定休日ないんだよね。そう、ずっと無休でやってますね。すごいですね。素晴らしい、素晴らしい。無休ですね、うんうん、で、まあ、たまに不定期ではあるんですけど、うん、ライブが結構イベントをねやらせていただいて、お客さんがライブやったりとか、うん、そこで演奏したりとか、ね、はい、マスター自身も演奏します。そう、ギター弾いたり弾くんですよね。そうなんだよね、うんうん、はい、ファニーガンズさん自体の、ホームページはないんですけど、うん、Facebook でね、うん、見られますので、よかったら Facebook で検索していただいて、うん、そうですね、はい、うん、結構ね、今ちょっとイベントが結構自粛しちゃってたりするときもあるんで、いろいろか、うん、まあ、直接ファニーガンズさんにね、お問い合わせいただいて、いただけると、どんな状況なのかね、はい、やっぱりね、もうこういう時期ですから、うん、まあ、普段のちょっとね、営業とはちょっとね、なかなか違いますので、ね、そうですね、はい、うん、そこら辺を気を使いながら、連絡してみてください。はい、ね、以上、はい、満足さんが行くのコーナーでした。ありがとうございます。はい、そうか、はい、それでは、ね、それでは、毎月、一曲ずつお届けしております。ペガサスのオリジナルソング紹介また一巡しちゃうのかな。そうだね、でも今度たくさんのオリジナルとかもね、あ、いいですね、ありますね、どうぞ。アイドルだった頃、うん、この今日は、はい、このアルバムの中で、唯一僕の作詞作曲になっている、はい、ね、曲ですね。そうなんです、うん、Come back to me というね、帰ってこいよというそういう風に、まあ、直訳すれば、ね、直訳すればね、はい、うん、曲ですけども、じゃあまずはその曲を聴いていただきましょうか。 Come back to me です。どうぞ。優しい言葉で別れを言わないで、自慢できるほど夢中になってた、話してることがとても早い。
Come back to me。 あ、こうやってまた改めて聞くとね、うん、CD あの生演奏なんですこれね。そうね、レコーディングをね、うん、なんかドラムの感じとか使わないというね。清水ひとしさんのベースの響き、はい、やっぱりベース聞いてますね。聞きますね、うん、オフコースになってますもん ね、 んね。そうレコーディングしてる最中にね、あのスタジオで、うん、まあ、オケ取りをしてる時に、まあ、僕こう、まあ、こんな位置だったんですね、アポリオンがね、はい、もうちょっと遠かった、遠いですけど、まあ、ひとしさんも行ってこう、ね、太鼓があって、まずポケだけ回って、はい、このと途中のねところでブーンってベースのリフが来た時に2人で顔を合わせて、あっ、オフコースみたいな、ね、サウンドがやっぱりベース一発でオフコースになるんだなって。そうだから、あ、小田さんの曲のね良さは、ひとしさんのベースも良さもやっぱりあったんです。あったんだよって、やっぱりこうね再確認をしてしまいましたよね、はい、偉大だなって思いました。ね、素晴らしい、やっぱりアーティストすごいね。カムバックトゥミーでした。はい、カムバックトゥミーでした。ありがとうございます。はい、それでは、はい、また安保ひろみコーナーがやってまいりました。安保ひろみの人間音印ということで、はいはい、今日は私が、不定期ですけども、うん、出させていただいている浅草にある、はい、ライブバーダーリンというお店の、はいね、はい、マスターでオーナーでもある井口真也さんを、はい、今日は紹介させていただきたいと思います、はいはいはい、まず写真、おお、マスターかっこいいでしょ、はい、いいですね。はい、井口真也さん、うん、株式会社クルーエレテックという会社を、うん、はい、経営されています。イベントとか、展示会などの演出照明とか、インターネットの LAN 構築など企画、設計施工などを行う会社をやられてて、結構あのイベントとかもあのよくやられててね、あのそれこそ豊洲とかの方の展示会とかされてます。うん、それの傍らですね、私が出演させていただいているライブバーダーリンのマスターも、まあ、うんうん、昼夜働き者なマスター、昼の顔と夜の顔ね、夜アンドちょっとパトロールの顔もあるんですけど、うん、あ、そちらはちょっと後でご紹介していきたいと思います。はい、井口真也さん、神奈川県横須賀市出身ということで、1958年生まれ。たくさんと同い年です、僕とね。ね、そう、同級生なんです。同級になりますね、うん、はい、ということで、うんうん、ちょっと次の写真を、あ、これ私が、いつも出演させていただいている写真です、はいはい、私がソロでね、うん、たくさんは、うん、あれなんですけど、はい、まあ、大体私がソロで、うんうん、この時はちょっとゲストに、女性シンガーと一緒に歌謡、うん、昭和歌謡をね、お届けしてるんですけど、ちょっとお届けしたシーンをちょっと今日は写真載せさせていただきました、はい、じゃ次の写真を、あ、これマスターと一緒。じゃあこの写真を見ながらちょっとご紹介しましょう。そうですね。はい。2007年の2月15日に、はい、このダーリンというお店を開業されたんですけど、うん、まあ現在、14年目に入りますね。2月だからね。はい、はい。ちょっと歴史をたどってまいりたいと思います。はい、中学生の時にフォークソング、フォークギターに、目覚めまして。うん、時代ですね。まあ、たくさんと一緒なんですね。同じ時代です。はい。吉田拓郎に目覚め。当然でしょうね。正しい道です。はい、で、あの先輩が弾いてるのを見て、うん、あ、僕もやりたいなと思って弾き始めたそうですが、ただ、コード F で挫折したそうです。うん、もう東大受験に挫折するようなもんですから、ね、本当に順当に行くんだけども、どうしても東大の壁が厚いみたいな、ね、いや、それそんなに F って大変なんですかね。そうなんだ。
で20歳ぐらいの頃までギターは弾いてたそうです、うんうん、で影響を受けたアーティスト、まあ、あのジャズ全般もちろんライブバーダーリンは、ジャズを結構多めに、ね、あのライブやられてるお店なので、うんうん、ジャズ全般 それとあとエルビス・プレスリー、うんうん、ジャニス・イアン、うん、女性シンガーですね、あのシンガーソングライターと言われる、リンダ・ロッシタットなんかも、よく聞かれるそうです、うんうん、はい、で高校生の時に、もうこの頃、マスターは横浜に住まれてました、はい、でね、当時、横浜在住で山下公園でね、うんうん、サックスをよく吹いてる方がいたんですよ、なんかそういう人結構多いですよ ね、 そうだね、野外でね、うんうん、あの部屋で吹けないからね、サックスは特にね、うんうん、あのなんか河原の土手で吹いてたりとか、うん、でその、サックスを吹いてた方がとても上手だったんですって、うん、でそれを見て憧れちゃって、うん、あ、俺もやろうかなと思っていいことですね、独学で吹き始めた、うん、素晴らしい、さすが犬同士、ね、ということでちょっと次の写真うん、うん、これこれね、はい、これ実はね、ダーリンの入り口入ってすぐのカウンターに、ひそかに、なんかあのビール あのサーバーのように、そう、私もね、この前言われるまで気がつかなかったんですけど、飾ってあるの。で、みんなちょっと荷物どかしてくれて、これだよって、この時に買ったサックスをね、思い出に飾ってあるんだと。ひそかに飾ってあるので、多分知らない常連さんもいるんじゃないかしら、ねね、私はもうかなりもう結構経ちますけど、うんうん、初めて見ました、このマスターが吹いてたサックスでございます、うん、はい、で、ライブバーダーリンを始めたきっかけということでちょっとお話をさせていただきました、20代前半バブル時代サラリーマンの頃、うん、マスター横浜のライブバーによく通ってられたそうです、うんうん、で、まあ、もちろんカラオケもあったんですけど、カラオケあんまり歌わなかったというか、うん、行かなかったらしいですけど、で38歳で会社を辞められて独立、ね、現在の、ね、会社、クルーエレテックさんを、設立されました。でバブル崩壊と同時に、この頃自分の理想が店がなくなってしまった、うん、ということで、なら自分で作ってしまえ、そういうことね、ということで48歳の時にライブバーダーリンをやられたそうなんです。すごい、うん、ライブバーをやって良かったこと嬉しかったこと教えてくださいってお伝えしたら、うん、生の音楽に触れられる、うん、これはでもすごい贅沢ですよね、うんうん、で生のライブは一期一会、その時だけの贅沢な時間だよねっていう話をしてくださいました。それから人とのつながり、もちろんお客様だったりアーティストだったり、うん、そのつながりがどん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 広がっていくことによってね、やっぱり自分のその人生観も変わっていくみたいなこともちょっとお話しされてました、うん、ね、なんかねすごくマスターって、うん、私がすごい大先輩ですけど、うん、あのとても可愛らしいところがあって少年のような人です、うん、はい、ぜひね会ったらね、あのマスターの話聞かれたらすごく楽しいと思います、うん、はい、辛いことちなみに何ですか、うん、って聞いたらまさに今です、そうだね、おっしゃってました、うん、やっぱりお客様もね、自粛でいらっしゃらない状況ではあって、でも、うん、あのライブバーダーリンは次亜塩素酸炭酸水の加湿器、うん、実は私が勤めているスクールも、次亜塩素酸炭酸水の加湿器を使って、うん、99%、除菌ということを、させていただいてます。そういう状況で皆さんが、楽しく音楽を楽しんでいただけるようにということで、今、うん、もちろんアーティストが、自粛しますということですと、お店はあの無理を言わずにお休みいただいているという状況です、うん、そうね、もうアーティストファーストだそうです、うんうん、マスター、うんうんうん、アーティストがやりたいっていうようでしたらやらせてくれるっていう素敵なお店でしょ、うん、ね、そうだね、なかなか、ね、難しいもんね、そういう、ね、バランスっていうのがね、はい、うん、でやっぱりみんな元気になりたいなっていうんで、うん、まだ今ねちょっとあの都内は自粛されてますが、自粛する前はですね、はい、実はまさ夜回りパトロール、そうですね、ちょっと次の写真見せていただいていいですかね。これはね、あの許可を取っていただいてあの写真をあの横、浅草かな、うん、上野かな、はい、夜回りパトロールと称し、夜店や飲食店を訪れ活気を戻したいと活動されています、うん、次の写真を、
はい、こんな感じ。まさだってお店終わってから、そうですね、うん、はい、皆さんやっぱりね、お店開けててもお客さん来ないって辛い状況の中、こうやってマスター一軒一軒回ってらっしゃるのとすごいなって思います。本当に一日も早く ね、まあ、こうやってね、夜回りができるようにね、うん、本当マスターもうずうずしてると、うん、ちなみにこの前なんか禁煙されましたけど、うん、マスター大丈夫かな禁煙、うん、そのまま続いてますか ね、はい、そうだね、健康のためにもね、いいことです、ね、はい、健康に、お酒は大丈夫だけどタバコはやめましょう、そうだね、はい、ということで、いつまでもね、お元気で、うん、まだまだマスター私たちより全然元気なんですけど、うん、またね、うん、楽しく一緒にライブできる日を、うん、すごく心待ちにしておりますのでね、元気でお過ごしください。ということで、はい、井口真也さんに人間音印差し上げます。ポーン、イエーイ、音印シールを作ろうと思ってなかなか作れませんけど、随時皆さんに順々に、はい、お届けしていけたらなと思っております。ね、はい、さあ、じゃあ、お待たせいたしました。お待たせいたしました。音の骨董市ライブということでね、今日もまたお届けしましょう。はい、今日はちょっとお花に関連したものなんかもね、混ぜたから行ってみようと思うんですけどもね。そうなんです。うん、まずは、うん、とても渋い選曲になってます。うん、お花ね、ちょっと私がダーリンでよくやっている、うん、GS シリーズということで、うん、これは皆さんよく知っているのは岩崎宏美さんの。うん、曲で知ってる、ね、スミレ色の涙。寂しかったからあなたを憎んだ。寂しかったからあなたにさよならを。そして一粒スミレ色の涙。心が咲かせた花だと思うの。寂しかったからあなたを愛した。寂しかったからあなた見れるの涙。うん、そうだね。どうしてもそうね、岩崎ひろみさんのね、うん、こうインパクトがこう、ね、ありますよね。やっぱりグループサウンズの人たちはね、やっぱり残る知ってる人はね、ブルーコメッツのね、そうなんですよね、ナンバーとしてね、うん、
ブルーコメットさんが歌ってるやつもちょっと私聞いたことあるんですけど、うんうん、やっぱりいいです。大人の音歌だね、うん、これグループサンズ若者みたいなのあったけど、井上さんのね、すみれっていう、なんとも言えない、迫りくるような歌い方はたまりませんよね、うん、そうちょっと GS でもね、グループコメットさん少しね、はい、そのちょっとアダルトのグッといい感じ出してましたからね、はい、そしてこれはタイガースの曲です。そう派生反対的な、もう若者代表みたいなね、はい、うん、感じですよね。花の首飾り、首飾り、花咲く娘たちは、花咲く花の首飾り、ね、うん、素敵な曲ですよ ね、うん、ね、タイガースね、やっぱりタイガースだけど、ロックもかっこいいけど、こういうバラードもねすごくかっこいいなっていうね、グループでしたね、はい、川橋かすみさん、川橋さんね、そうですねそう歌われていました。たくさん行きますか。さあ行きましょうか、うん、ね、それではちょっと花とは関係ないんですけど
まあ、今回のねいろいろ騒ぎでいろいろと大変になっておりますので、はい、命をね守りましょうということで守りましょう、うん、はい、これをお届けしましょう今日はね、うん、命は一つ人生は一回だから命を捨てないようにね慌てるとついふらふらとお国のためなのと言われるとね青くなって尻込みなさい逃げなさい隠れなさい奥には俺たち死んだとてずっと後まで残りますよね失礼しましたで終わるだけ命のスペアはありませんよ青くなって死を見なさい逃げなさい隠れなさい命を捨てて男になれと言われた時は増えましょうよねそうよ私は女で結構女の腐ったので構いませんよ青くなって尻込みなさい逃げなさい死んで神様と呼ばれるよりも生きてバカだと言われましょうよね綺麗事並べられた時もこの命を捨てないようにね青くなって死のみなさい隠れなさい青くなって血に飲みなさい逃げなさい隠れなさいありがとうございますありがとうございます青くなって尻込みなさい逃げなさ い, い, い隠れなさい、ね、そうそうもうねこ今回なんかねもうみんなビクビクしていいと思いますよやっぱりねやっぱり命を守るというねことですねはいそうそうこれはあれですねまあ、いわゆるハンセンフォークということでね、うん、当時ねまあ、ちょっと弾き肉って歌ってたやつね、うん、昔ありましたねすごくこう差別的にねなんだって男のくせに女の腐ったのみたいに言ってねありますかいかにもすごいそんなことが普通に言ってた時代っていうのも信じられない今、ね、女の腐ったのって大変な騒ぎになりますよ大変ですよ大変ですよっていうよりも今どうなんでしょう女性の方の方がしっかりしててねしっかりしてますよ立派な方多いですからねもちろん、うん、そんなねダメですよって感じですよダメですよ、うん、そのうちでねそんな男の腐ったのみたいって言われますからねそういう時代もやってくるんじゃないかってぐらいねトラちゃんみたいになっちゃうよやっちゃおうってね言われちゃうねってことですかね、うん、時代のね ところを逆手にとった、皮肉った歌でしたね教訓田川亮さんでしたはいさあじゃあもう一曲いけるかなねそうですね、はいうん、これはまさに、うん花という曲はい、はい、これ1980年ぐらいですかね結構新しいですけど木名正吉さんという方が作った曲です、はい、心の中に花を咲かせましょうという、うん、皆さんやっぱり今ちょっと結構精神的にねちょっと、ダウンしてる状況だと思うんですけど そうですね、うん、そんな中でも、大変だけど心の中に一輪でいいから花をちょっと持っていてほしいなという意味でこの曲を今日はお届けしたいと思います、はい
ありがとうございます。花。ね、ひなしょうさん、ね。ねえ、なんかしんみりしちゃいました。いい曲です。いいじゃないですか。ね、ね、今日はね、ちょっと、ここね、スタジオ、やってますが、ちゃんと換気をしながら、空気を入れ替えながらずっとやっております。そうなんです。はい、外のね。うん、で、ね、井上さんには、ちょっといろいろ、ね、うん、すごく歌詞付きとかいっぱいあって、ね、ね、本当にアーティストファーストな素敵な番組です、うん、ね、はい、ありがとうございます。さあ、な感じでお届けしてまいりますけども、いろいろね、今後の活動も、ね、照明もね、照明も増えたんです。私ちょっと20歳ぐらい若返ったかしらそうだ、ね、はい、うん、そうなんです。もう至れり尽くせり、ね、そうね、この4月新シーズンでございますので、はい、気分も一転して、ね、一新してね、行きたいと思います。そうですね、5月また元気で皆さん、うん、はい、ここで会場で皆さんでお会いできるのを楽しみにしております、ね、なんとかね、早く、はい、4月からね、9時から放送になってますので、はい、皆さん間違えないように。そうですね、はい、あ、もう終わってるみたいな、あ、まだ始まんない、はい、みたいな ね、 ちょっとね、お願いします、 はい、しますはい、ということで次回、はい、はい、今後の活動としてはちょっとまだね、分かんないんですけど、こういう時ですので、うん、ちょっと分かんないだから現場でね、お客さんいらないけども、じゃあ配信できればっていうところはあればね、はい、そういうところはやっていきます、はい、よかったらホームページ、ペガサスのホームページを見ていただければ、はい、うん、いいと思います。そうですね、はい、そして次回5月の2日、実はなんと来月ペガサス結成27年28周年を迎えます。5月3日ね、ということで5月2日土曜日、はい、テーマはペガサスの日ということで、はい、ペガサスに、対していろんな質問、ご相談とかありましたら、ぜひぜひご寄せいただきたいと思います、はい、この日に限ってですね、はい、なんとワンドリンク付きで500円という入場料、はいはい、もう500円でもう、ね、飲み物がついてきますということで、ちょっとこちら私たち、出血大サービスをさせていただきたいと思いますので、ドリンクは私たちがおごりますはい、ぜひぜひご来場いただいてね、はい、ペガサスと一緒にライブ楽しんでいただけたらな、うん、で歴史もいろいろ、ペガサスの歴史は28年ありますからね、いろいろお知らせできたらと思います。はい、はい、ということですね。ということで、まあ、ただ、ね、いろいろとまだ状況が今まで分からないんでね、5月の時もね、うん、その、まあ、そんな収束してなくてね、世の中大変な時だとね、またあれですけども、はい、まあ、周りの、ね、状況に応じて、うん、そういうところをね、皆さんくれぐれもね、体大事に、うん、なさってください。そうですね、はい、皆様が元気でいられるのが、はい、私たちにとって幸せ、はい、
ですので、はい、はい、よろしくお願いしますね。よろしくお願いいたします。さあ、これで、提供はね、はい、もうこの番組は、はい、串焼きドン家山吹の提供でお送りいたしました。山吹も元気になってね、うん、またそう、もうね今大変な時ですからね、はい、頑張っていてほしいと思います。みんなでね、はい、頑張ってね、助け合いながら行きましょうかね。はい、乗り切りたいです、うん、はい、はい、願望ですが、はい、本日ペガサス、はい、お送りいたしましたけれどもね、うんうん、はい、CD も発売してますので、はい、よかったら CD、見ていただいて、 YouTube の方にね、お座敷ライブで見ていただくといっぱい映像出てきますから、よかったら見てください。ではまたね。ありがとうございました。